新、レジェンドを再開します。ぶっちゃけた話に弾を入手してすぐにやったものですが、あんまりな内容だったので出すべきか悩みました。問題でもあるのかよ。苦戦。何？苦戦するんです。これだけ強いキャラを使っておいて、楽勝できないって、ちょっと恥ずかしい。必要のないニャンコンボを組んだのが失敗の元だったみたいだな。攻撃力昇と働き猫レベル昇中。早く決着をつけようと焦っていたみたいです。新、レジェンドになったとはいえ、今のところは古代史対策は特に必要ないみたいだな。でもまた旅は集めておかないと、現在進行形で難易度は上がってきていますね。さて天使に対して圧倒的に有利な編成。これで苦戦しちゃうんですよ。どんな風に展開されるのか、ちょっとだけ興味が湧いたぜ。問題は城を叩いてから起きるんだけど、なんだかんだ言って、天使って強いんだな、って思わされました。まあ全体的に体力高めの奴らが多いよな。3匹のブッダが相手なんだけど、思いのほか時間をかけさせられます。ここまで来たら強くなってきてるんだから、それくらい普通じゃねえか。こちらは豪華な攻撃薬を準備したのですが、ここからが長くなるんだよね。普通かリファ使ったら、超ダメージであっという間に決着つくと思わない。まあ妨害入れてるわけだし、こちらは簡単にやられたりしないよな。どうもメガロを使って城を破壊しようとしたのが失敗だったみたいで、代わりにキャットマンを入れておけば問題なかったみたいなんだよね。ブッダを正直に倒しておく戦法か。壁が簡単に崩壊しちゃって、メガロの攻撃も下げられてしまったようでさ、ブタも3匹揃うと、狼をやっちまうから怖いよね。3匹の小豚かよ。カリファ不在の中、天使軍団に対抗することができるのか。これはカリファの再生産を待つのが普通だな。そうなってしまったから失敗なんだよね。普通壁に守られて大型は無事なのが定番じゃない。って倒しちゃったよ。そして問題は城破壊になったわけだ。ラーメンに頼るしかないかな。カリファが間に合うなら出しておいた方がいいな。カリファを出したよ。まあ失態の帳消しにはならないけどな。やっぱり最初のカリファが残ってればそのまま攻略できたんじゃねえか。ごもっとも。出配急いで攻略にかかりますか。まあこの編成じゃ時間はかかるんだけどな。それでもなんとか終わったよ。次で一応今回は終わり。サブ端末で攻略してるとさ、メイン端末を追い抜いちゃって心境は複雑。今回はエイリアンとメタルの複合、メタルゴマ様が出てくるので、ニャンコ砲は水鉄砲に変更、クリティカル要因も3枠用意。万全だな。プドール夫人はパーフェクトに任せて倍速したいところだけど、今回省くところありません。城を叩く前に時間湧きだからか。メタルゴマ様が出るまで倍速。さあ城から日曜日のお父さんのごとく近づいてくる敵、メタルゴマ様。まだクリティカル要因は出さないのか。目の前のワニをなんとかしなきゃね。エイリアンは湧いてくるし、メタルゴマ様は3体も出てくるし、まずは御霊から出します。遠方範囲と鈍速で妨害、その後ウェイトレスを出して水鉄砲。最前列にしか効果がないから、周りに敵のいない状態を作らないと無駄打ち。威力が弱かったようだが、水鉄砲のレベルそんなに高くないんですよ。一通りクリティカルを出したら、エイリアンを叩くことも考えて、まあメタルの方が射程短いから、基本的には前に出てくるんだけどな。さらに遠方範囲攻撃のできるメガロ、メタルキラーの邪魔はさせません。1体撃破。まだ2体出てくるわけか。そこはエイリアンを片付けながら、出せるキャラを出していきましょう。ちなみにウェイトレスのレベル30、レベル40にするには経験値が足りないか。正直ガチャで何が出てもいいように、経験値は残しておきたいよね。さあわかりづらいけど、ウェイトレスは無事。周りをきれいにしたら水鉄砲の出番。確実に当てていかないと、3枠準備しても攻略に時間がかかるからね。さすがにこれだけ豪華だとピンチらしいピンチにはならないよな。他の編成でやろうにも基本のプラス値が低いので、
できないでありんす。なんだその言い方は。本が育つには、結構時間がかかるんだよね。無課金キャラも、育成には結構な経験値を取ってしまうため、どうしても育成の優先度はガチャキャラになってしまいます。だって強いんだもん。ぴょん、だいぶ優勢にはなったけど、まだ少し時間がかかりそう。足の速いクリティカルはハヤブサだけど、それほど需要はないので、無理に取りに行きません。次のガチャは極猫祭だが、猫缶は使わないのか。いつになるかわからないけど、初回半額までは待つつもり。結局メタルゴマ様全部相手にしなきゃいけないんだな。島がクリティカル連発してくれるなら、話は別なんだけどね。さあカンストなので、優先順位はパーフェクト。メタル対策はこれだけあればいいでしょう。ってなんでウェイトレス出してんだよ。白付近に追い込むとさ、こちらが攻撃できなくて、敵が一方的に攻撃する時ってあるじゃない。それでもパーフェクトの方が正解だな。確かにここまで追い込んだら、城を叩いて攻略の方が、明らかに早いよね。勝利出すキャラを絞って攻略すると、こちらが負けてしまうのでできません。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。次は新、レジェンドらしいステージです。